群れ原平石明かりロードとは、香川県高松市群れ町で開催されているイベントである。高松市群れ町は隣接する同市アジ町とともに、アジ市の産地として知られている。2004年、高松市と合併前の木田群群れ町で、町の活性化と地場産業の振興を目的に、群れ原平町づくり協議会が発足。町の特色である、原平史跡と、 石材産業をコラボレーションして PR すべく、企画され、翌2005年より、石と明かりのイベント、群れ原平石明かりロードとしてスタートした。史跡館の道に、石明かりを設置し、ライトアップするとともに須崎寺境内において、落語やコンサートなどのイベントを開催している。国土交通省の日本風景街道に登録され、平成21年度手作り郷土省一般部門。 香川県の第6回課、二21世紀大賞等を受賞している。また、群れ原平石明かりロードの道路相性標識が設置された。小股定は、祈りは、須崎寺、弓流しの後、社落畑、草門がある。第6回展示展示する石明かりについては事前にデザインを一般公募して、制作し、ジャパン石、明かりコンテストとして来場者の投票により、 優秀作品を選定している。石あかり鑑賞のためガイドツアーも行われている。2011年には頑張ろう。日本チャリティ、石に願いをが行われた。鈴木寺では、石、明かり月明月りライブアット、鈴木寺として、とさびは、こと、津軽シャミセンなどのコンサートや朗読、フラメンコなどのイベントが開催されている。このほか、石、明かりロード開催前に、 史跡の一斉清掃が行われている。出展。ありがとうございます。